国立情報学研究所のウルシタニと申します。それでは、研究データを収集するための基盤ということで、新しいネットワークであるサイネットシークスについてご説明いたします。まず、これまでご案内しております通り、来年の4月からですね、サイネットは新しいネットワーク基盤、サイネットシックスへと移行いたします。で、サイナス6のポイントはですね、この図に書いてございますように、速度で言いますと、現在のサイネット5の 100GB から 400GB に上がるということ。それから、サイネットの接続性をか、あの、えっとですね、良くするために、サイネットのですね、拡張データセンターというものを設けます。それから、現在のサイネットのモバイル機能ですね、4G から 5G へとアップグレードするとともに、ローカル 5G というものを提供いたします。からあとサービスを拡大して、それから国際回線の待機増強を図っていく予定でございます。次のページからそれぞれご説明いたします。まず、国内回線ですけれども、こちらに書いてございますように、赤い線がですね、すべて100ギガ、あ、400ギガでございまして、沖縄は大変申し訳ないんですけれども、100ギガベースになりますけれども、全国を400ギガベースに上げる予定でございます。それから、現状あるノードがこの青い丸でございますけれども、このサイネットノードの間の途中にですね、拡張ノードを設けまして、サイネットのアクセス環境を向上させる予定でございます。から東京エリアに関しましては非常にトラフィックが多いということで、全面的な再配置を行う予定でございます。それから、サイネットのですね、高速化に合わせまして、大学のアクセス回線も高速化になる予定でございまして、こちらの右の、グラフにございますように、400ギガも入りますし、100ギガも増えます。それから、10ギガがですね、圧倒的に増えてくると。こういう状況でございます。また、拡張 DC では、大幅な高速化が行われる見込みでございます。こちらは、ネットワークのアーキテクチャでございますけれども、従来のサイネット5のアーキテクチャを踏襲いたしまして、サービス面というところで見ますと、どこの拠点から見てもですね、最短に、接続する拠点が見えるという、こういうフルメッシュの構造を構成いたしまして、どこにいても高性能な通信環境をお届けできると、こういうアーキテクチャを取る予定でございます。から、高信頼化に関しましても、ファイバー端に関しまして、瞬時にですね、切り替える機能を入れまして、高信頼化を図る。から、サービス面におきましては、インターネットとは、切り離された、複数の面をですね、作ることによって、セキュアなサービスを展開する予定でございます。から、モバイル機能につきましては、現状のモバイルサイネット、こちらを 4G から 5G 対応にするということ。それから、5G になりますと、自分の大学でですね、基地局を設置することができる。で、これは最初は高いんですけれども、どんどんこう価格が下がってくるということになりますと、自分独自のですね、5G も作れる。で、これを支援するために、サイネット側では共通部、5G スイッチ機能ですとか、からあとユーザー管理機能、こういった機能を入れまして、経済的にですね、こういったローカル 5G を支援する予定でございます。それから、これまではですね、サービスは主にルーターで提供していたんですけれども、今後はですね、こちらに書いてございますように、11箇所にですね、エッジと呼ばれる、これは汎用サーバーでございますけれども、これを入れることによりまして、ここでは仮想ルーターとか仮想ファイオールとか、こういった機能が入るわけですけれども、これを使いましてサービスを高度化していきたいというふうに考えています。この11箇所というのは、どこの拠点からでも片道2ミリセック以内の遅延を生かした何か制御ができると。こういった機能を入れることによって、サービスを高度化していく予定でございます。から国際回線につきましては、概ね2倍ということで、東京から見ますと、ロサンゼルス、ニューヨークは200ギガ。から、シンガポールに加えまして、グアムも100ギガ化しまして、欧州に関しましては、まだまだ、ロシア周り高いというところもございまして、こういった価格低減傾向を見ながらですね、倍速にする予定でございます。それから、教育、それから、研究活動のですね、オンライン化が進む中で、ネットワークの高信頼が非常に重要になってくるわけですけれども、多分、最
最も、弱いところがですね、おそらく再ネットで言いますと、この大学と再ネットをつなぐところ、ここのパッケージが壊れてしまうと、どうしてもですね、ある程度のダウンが生じてしまうということがございますので、現在ですね、複数の回線でおつなぎいただくということを推奨しておりまして、再ネットとしてもパッケージを分けた収容、あるいはルーターを分けるような、多拠点のルーターに接続するような仕様をお勧めしているところです。ただし、この場合はですね、非常にこの専用性が高くなってしまうというところがございますので、この場合には、同一のデータセンターに回線を収容していただいて、サイネット側でですね、この回線多重装置を用いて、異なるルーターの方に運んでいく。こうすることによって、経済的にですね、冗長化を図れるような、こういったサービスも提供する予定でございます。から、こちら最後ですけれども、今後のスケジュールですが、サイネット6はですね、2022年の4月から運用開始する予定でございます。ですが、この前にですね、移行というものを行わなければいけませんで、移行というのはですね、加入機関のアクセス回線をサイネット5からサイネット6に切り替える作業でございまして、この作業を3ヶ月かけて行います。ですので、実際にはですね、今年の12月の末までには、ネットワークは、構築が終わっていなきゃいけないということで、あと半年弱でですね、ネットワークの構築、それから性能試験を行う予定でございます。で、今回ご説明したのは、どちらかというと、ハードウェア的なものが多いんですけれども、これからはですね、皆様のご要望をお聞きして、いろんなサービスを展開していきたいと思いますので、皆様の声をお聞きできればというふうに考えてございます。ネットワークについては以上でございます。